プラトゥーンには神型ならぬゲソ型が存在しますが、皆さん何種類あるかご存知でしょうか。先日公式ツイッターの画像よりスプラトゥーン3で新たに追加されるゲソ型も確認できたため、現状判明している全てのゲソ型をまとめてご紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。アシーブーです。早速スプラトゥーン2時点のゲソ型から見ていきましょう。まずはイカガールのラインナップからです。1種類目はロングヘア。初代スプラトゥーンからある代表的な髪型で、スプラトゥーンといえばこれみたいなとこあります。ちなみにここで豆知識ならぬゲソ知識です。イカの足は10本ありますが、人状態のイカにも手足で4本、長い髪で2本、後ろ髪で4本の計10本しっかりと足が生えています。どんなゲソ型でも手足で4本、髪で6本ということになるので、こんなゲソ型はどこに6本あるんだいと探してみると面白いかもしれません。2種類目はショートヘア。ロングヘアの長い部分をそのまま短くした感じです。シンプルですが可愛くていいですよね。3種類目は風呂上がりヘア。お風呂上がりの女性に憧れたイカちゃんのゲソ型です。これで頭にタオル巻いてお風呂持ったら完璧です。4種類目は流れる滝ヘア。頭から滝のごとく髪が流れ落ちています。水の苦手なイカちゃんにとって滝は憧れそのものです。滝が好きなイカちゃんはこのゲソ型を好むらしいです。5種類目はツインテール。我々人間のツインテールは束にまとまった髪が頭の横から流れてるような印象ですが、イカちゃんはゲソの都合上ツインテールすると一本一本が強い意志を持ち別々の方向に流れるようです。束になってないのが斬新で、他のゲソ型とかなり差別化できていていいですよね。6種類目はカクカクパッツンヘア。ロングヘアをパッツンにしつつ全体的にゲソが角張るようにカットしたのがこのゲソ型です。実はツインテールとパッツンはアップデートで追加されたゲソ型なんですが、個人的にはパッツンが一番好きです。でも他のゲソ型もいいですし、ギアによってはポニーテールっぽくなるものもあるので、その時身につけているギアだったり気分によってゲソ型を変えてみるとより活かしたバトルができるかもしれません。続いてイカボーイのラインナップを見ていきましょう。1種類目はちょんまげヘア。昔のゲソ型に憧れたのか、ゲソをセットするのが楽なのか、何はともあれ男らしいゲソ型です。2種類目はオールバック。ゲソのボリュームがめちゃめちゃビッグですが、先っちょがとんがってるのが勢いあってかっこいいですよね。3種類目はまん丸坊主。こんな丸くなるっていうぐらい綺麗に丸いです。ちょっと切れ目が入っているのがいい味出してます。4種類目はハイブリッドヘア。ガールの流れる滝ヘアに似てるかと思いきや、なんと後ろはポニーテールでまとめています。2つのゲソ型が融合したまさにハイブリッドヘア。5種類目は踏んだら痛そうヘア。トゲのごとく鋭いゲソは触ったらもちろん痛いですが、踏んだら激痛が走ることでしょう。ちゃっかり後ろまでトゲトゲしているため、頭は広い範囲を敵から守れそうです。6種類目はマッシュヘア。文字通りキノコのようなゲソ型です。丸くまとまっているように見えますが、前髪は風になびくようになっていて、意外と自然体といいますか活かした感じになっています。お次はタコガールのラインナップを見ていきましょう。1種類目はミディアムヘア。イカガールのロングヘアとショートヘアの間ぐらいの長さです。そして皆さんお気づきでしょうか。イカの足は10本ですが、タコは8本ですよね。イカのゲソ型は6本でしたが、タコはしっかり4本になっています。こういうところまで細かく作られているのが任天堂らしくていいですよね。2種類目はポニーテール。風呂上がりヘアっぽく見えますが、ポニーテールということにしておきましょう。タコは追加コンテンツで後から登場したキャラのため髪型は2種類のみになっていますが、こうラインナップを見ていくとイカガールとゲソ型が被らないようになってますね。個人的にはイカバージョンのポニーテールとかも見てみたいので、スプラトゥーン3で追加されたら嬉しいですね。最後にタコボーイのラインナップを見てみましょう。1種類目はぶら下がった人参ヘア。ぶら下がった人参に釣られて無限に走り続ける馬のごとくくるっとカーブしたタコ足が顔の前に垂れています。2種類目はアフロ。ただただシンプルかつ丸いインパクトのある男前ヘア。ちゃっかりもみあげまで用意されているのがいいですよね。というわけでスプラトゥーン2時点での髪型全16種類を見てきましたが、スプラトゥーン3ではここから何種類追加される
されるのでしょうか。現状判明しているものを見ていきましょう。まずは誰しもが知っている三つ編みヘア。スプラトゥーン3の3にちなんで登場したゲソ型ですね。シンプルに可愛いですし、アシンメトリーが好きな方はロングヘアよりこちらを好みそうです。2種類目はオールバックセカンドシーズン。今までのオールバックよりボリュームは少ないですが、ゲソが少し長く後ろで束ねているんですよね。ちょっと髪の長い男の子が後ろで髪を束ねている、そんな姿が大好きな方はこちらのゲソ型おすすめです。3種類目は先っちょ焦げ焦げヘア。ゲソ先が干からびている今までにないゲソ型で、発売前なのに結構好評で人気がある印象です。4種類目はぺったんこヘア。パッと見まん丸坊主に見えますが、ちゃんと後ろ髪があるんですよね。全体的にぺったんこです。とここまでの4種類は全てイカちゃんのゲソ型ですが、ここからはタコちゃんの追加される髪型をご紹介します。1種類目はボリュームふさふさヘア。頭の上だけめちゃめちゃボリューミーな髪型です。2種類目はリーゼント。タコはアフロとか結構大胆な髪型を好むようですね。ちなみにこのリーゼントめちゃめちゃ揺れます。ぽよぽよ揺れるのが好きな方はおすすめです。3種類目はくるくるお嬢様ヘア。お嬢様のようなくるくるとカーブした髪が特徴的です。お姫様のギアセットがもし実装されるならこの髪型で着てみたいですね。プライベートマッチでみんなでお姫様ごっこするのとかも楽しそうですよね。4種類目が先日公開された最新の髪型になります。それがこちら、先っちょ焦げ焦げヘアバージョンタコ。叩き検索のギアブランド紹介の画像に小さく映っていたためぼやけていますが、髪の表面に吸盤があるので確実にタコです。ですが髪先はイカちゃんの先っちょ焦げ焦げヘアに近いカーブを描いているため、イカちゃんと同じく砂漠など暑い地域で水分がなくなり髪先が乾燥してしまった髪型だと思われます。ボリュームはミディアムと同じぐらいですが、これはこれで可愛くていいですよね。というわけでスプラトゥーン3に登場する髪型はイカちゃんタコちゃんともに4種類ずつで、合計8種類が追加されることになります。スプラトゥーン3ではボーイとガールで髪型は共通のため、キャラ設定時にタコちゃんを選んだら8種類、イカちゃんを選んだら16種類の中から選べるようになります。改めて数字で見るとめちゃめちゃバリエーション増えたのがわかりますよね。イカちゃんタコちゃんちょうど4種類ずつ判明したため、おそらくスプラトゥーン3発売段階でのラインナップはこれで全てだと思います。しかしスプラトゥーン2ではアップデートで髪型が増えたので、スプラ3も発売後にラインナップが増える可能性はあります。最終的にどれだけ種類が増えるのか期待ですね。ちなみにメガネ3つかけた謎のタコくんがいますが、これはこのメガネたちによって髪が潰されて変形しており、新しい髪型ではないと思われます。もうね、潰れすぎてて元の髪型がどれかわかんないんですけど初代スプラトゥーンではそもそも髪型が選べず、ガールとボーイの2種類しかなかったのに、スプラトゥーン3では全24種類も実装される予定です。すごい成長ですよね。もしこの髪型好きと好みがありましたら、ぜひ皆さんコメントしてってください。ちなみにスプラ3では髪型以外にも眉毛も自由に選べたり、新たな種類が追加されたり、自由に切れ込みを入れることも可能です。三つ編みちゃんの左眉毛が一部剥げており、そういう眉毛が存在するのかと思っていましたが、叩き検索の紹介画像では別の眉スタイルの右眉毛が剥げており、自由に切れ込みを入れることができると判明したわけです。どこまで自由にカスタマイズできるんだ？って感じですよね。目のカラーバリエーションも相当増えてそうですし、スプラ3では全く同じ姿のプレイヤーに遭遇することはほとんどなくなりそうです。これだけ個性を出せるようになったのは非常に嬉しいですし、実装してくださったイカ研究所の方々やスプラの人気を支えてくれたみんなに感謝です。スプラトゥーン3ではそれぞれ自分なりの生かした姿でバトルして盛り上がっていきましょう。というわけで今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモ、それではまた、アディオス。